降参したら、これだけの人数とやり合って無事に逃げられると思ってる？おお、シオニャンだ。かわいいな、ハオイ。一回お話ししてみたかったんだよね。願い下げ。ああ、そう。じゃあ後で殺すわ。でも今我慢我慢。私には崇高な使命があるんだね。早く国会議事堂に行かないと。行かせると思う？もちろん。ああ、もしもし、手下の皆さん、無差別発砲開始しちゃって。ファイヤーファイヤー。何？なんてこと。まずいですよ、早く止めないと。ほーれ、早くあいつら倒さないと死傷者続出だよ。私なんてほっといて行った方がいいんじゃないかな。てめえ、メガキン、今は。くそ、わかってる。発砲してる奴らを止めるぞ。いってらー。さて、私も行くとするか。世界に悪よばらまきにさ。じゃあね。来い、僕の悪魔たち。だ、部下に発砲を命令したんだ。こっちで暴れていた連中は倒したが、そっちは？こちらも鎮圧はした。だが兵の損害が大きい。そちらはまだ動けるか？もちろんだ。そんなにやわじゃねえよ。奴の行き先に心当たりはあるか？ああ、国会議事堂だ。奴がそう言っていた。国会だと？一体何をしでかす気だ。いや、今は思考よりも行動か。貴様らはどうする？奴を追うのか？当たり前だ。こんな真似をする奴、放っておけるかっての。分かった。ならば移動手段を提供しよう。ヘリを回す。貴様らはそれで国会議事堂に向かえ。